ランジスタの解説をします。トランジスタはビッグマフベースの、ファズになっていますね。で、ビッグマフっていうとね、どうしてもローが太すぎて暴れすぎちゃうなんていうようなイメージもあるかもしれないんですが、今回ね、このトランジスタではロー成分をかなり絞りまして、ディストーション的に使うことができるようなファズを目指しています。で、トーンコントロールの部分にね、かなり工夫がしてありまして、ビッグマフ系のものっていうのはね、トーンある一部分じゃないと美味しい音にならないっていうところがあるんですが、今回のこのトランジスタではかなり幅広い帯域でトーンで音作りができるようにしてあります。そのためね、トーンを全部絞った状態でも、のぶといかつエッジもちゃんと残ってるっていうようなね、そんな状態のトーン回路に工夫してありますので、ぜひね、極端なセッティングを試していただければよろしいかなと思っております。